Rise on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみララララララ Rise on me。 今回のコインロッカーからひよこ事件、犯人はホイップボーイお前だ。仕方なかったんだ。ひよこが、ひよこがオスかメスかわかんないから。ひよこかわいい。ダダマさんにも、ね、何言ったらいいんだよ。何言いやいいんだよ。なんて今回のコインロッカー、コインロッカーからひよこ事件、犯人はあなたです。なんて言ったらいいんだよ。なんて、まあもういいや。自己紹介を。金箔ボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ライスオンミーでございます。よろしくお願いします。はい、今回ですね、はい、ちょっとまあ、ライスオンミーで、企画ではないですけれども、一個ね、リスナーさんに募集したい案件がございまして。なるほど。リスナーさんを絡めた何か企画と。そうですね。はい、まあ、二村さんご存知だと思うんですけど、はい、僕、情緒不安定じゃないですか。はい。面が減らってるタイプじゃないですか。はい。そうですね。なので、やっぱ、すごく、こう、心が、揺れ動いてしまったりするんですよね。はいはい。すごく不安に駆られてしまったり、悩んでしまったり。まあ本当にナイーブですよ。そう、うん。意外とそうなんですよ。うん。うん。だからね、こう、思いっきり人に褒められたいなって、すごく思うんです。うん、なるほど。まあ、ライスオンミー、聞いてくださってる方いらっしゃるじゃないですか。はいはい、うん、今回そのリスナーさんから、ホイップ坊やを、めためた、他に褒めてくれる人を募集して、お呼びして、はいはいはい、我々の元にね、はい、うん、まあ、15分20分褒めまくってもらおうという、ホイップ坊やを褒めて褒めて褒めまくってくる人を募集して、お話を聞こうじゃないかっていう。で、呼ばれたリスナーさんは、はい、とにかくホイップ坊やが大好きな人で、そう。ひたすらホイップ坊やの愛とか、魅力みたいなところを、もう大いに語って褒めちぎってもらうと。そう。クソ企画ですね。認めよう。認めよう、二村くん。これはクソ企画だ。我が輩の欲望しか詰まっていない。すごい。もう欲の塊。すごいね。ただただ俺を気持ちよくさせてくれ。僕の、もうさ、プライベートでやれよ。メンタルマッサージをしてくれる人を募集したい。リスナーさんで、うん。ほう、なるほど。どうかな、これ。いや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 、まあ、クソ企画とは言いましたけど、うん、果たしてまあいるんであれば、うん、ちょっとお呼びするっていうのは興味がありますよ。うん、一番怖いのは、うん、誰も手挙げてくれないやつ。そうですね。そんなに好かれてなかったっていうことが、ここで明らかになってしまう可能性もありますが。それがでも分かっちゃった時は、うん、もうメンヘラホイップ大変なことになるね。ほんとだよ。切るよ、体のいろんなところ。いろんなとこカットしたよ、俺は。本当ですね。うん、なるほど。まあ、そういう人がね、いれば、うん、実際、ちょっと待ってくださいよ。今回、その褒めちぎってほしいとか、うん、メンタルエステをしてほしいと、メンタルマッサージしてほしいって言いますけど、うん、いや、ホイップ坊や好きですっていう人は、シンプルにリスナーさんで多くないです？どうなんでしょうね。うん。わかりませんけど、自分では。まあ、コメント来ててもやっぱりホイップ坊や、いいとかさ、うん、多いじゃん、意見としては、うん。あれではマッサージされないですか？いやいやいや、されるけど、うん、同じぐらいの、うん、いや、なんだったら、同等かそれ以上の、罵倒も来るんで、うん、ふざけんなとか。
きますね。舐めんじゃねえとか、許さないとか、彼女できて調子乗ってんのかとか、いろいろ来るから。あ、それがそれでもう嫌になっちゃってるわけ。そう。凝り固まっちゃって。凝り固まっちゃう。なるほど、なるほど。寒暖差が激しすぎて。なるほど。なので、うん、もう、ひたすらに俺を気持ちよくさせてくれる、はい、僕をめちゃくちゃ褒めてくれる人をお呼びして、お話を伺おうじゃないかっていう。それ、あれですよね。僕ら二人の、まあ言っちゃえば場所に来てもらって、お話するわけじゃないですか。うん。じゃあ、僕はどういうポジションでいればいいんですか？あ、ごめんなさい。ちゃんと言ってなかったね。はい。二村さんが聞き取るんですよ。二村さんがインタビュアーだから。あ、ホイップ坊やを褒めちぎってくれる人を来て、うん、僕がその褒めちぎりを引き出す。そう。それを俺が横で聞いているっていう。ふざけんなよ。だってさ、やらしいじゃん。俺がさ、そのね、ファンの方に、僕のどんなところが好きですかって、すげえやらしいじゃないですか。なんか、自分で引き出してるみたいじゃん。無理やり言わしてるみたいじゃん。もう気になるのはそこじゃないのよ。この企画立ち上げちゃった時点で、うん、もうそこのやらしさ飛び越えてるから、うん、いいよ、別に。どうそれ何じゃあ、あなたただひたすら横で、うん、もうにんまりしながら、そう。気持ちいいって。そう。だから、まあ、俺は、一応、便宜上横にはいるけど、あんまりもう口挟まない。それよりも、やっぱさ、自分のいないところで、褒められてたっていうのが一番気持ちいいじゃん。だから俺はあんまりいないものとして考えていただいて。いるけどいないんだね。そうそうそう。自分でさ、言わせたみたいなのやだよ。なるほど。俺のいないところで褒めちぎられてて、それを、うっかり聞いてしまったみたいなシチュエーションが一番俺好き。あのさ、ライスオンミーイメクラじゃねえんだわ。もうそういうのやりたいなら金取るぜ。いや、ちょっとダメだ。本当に。いや、お願いしますね、皆さん。いや、それでも、じゃあ、もう、リスナーさんからそれは募集するっていうことですね。そう。どうします？その条件というか、こう。東京に来れる方。はいはいはい。かな。東京で。うん。ちょっとね、ライスオンミー、非常に、財政難でございまして、はい、交通費実費になってしまうんですけれども、はい、なるほど。まあ、ほんとそれでもいいよという方がいらっしゃったら、なるほど。ライスオンミーのツイッターのダイレクトメールに、連絡をいただければ、はい、追って、日取りを。なるほど。決めていくというか。これだからもし複数来ることもね、なくはないですから。うん。多少でもその思いというか、うん。僕はこんだけホイップ坊やが好きなんだみたいな。あ、そうですね。その辺の意気込みはちょっとその DM に一文入れていただけるといいんじゃないですか？確かに。そうですね。うん。ちょっとじゃあちゃんとまとめましょう。はい。じゃ、ツイッターの、うん。ダイレクトメールに、はい。ライスオンミーのツイッターダイレクトメールに、まあ、ちょっと簡単な自己紹介と、うんうん、ホイップボーイのどういうところが好きかっていうのを、はいはい、まあ、ちょっとしたためていただいて。そうですね。で、まあ、日程は、まあ、おそらく来月とかになるんじゃないかなとは思っているんですけれども、まあ、それはですね、僕と二村さんと、当選した方でちょっとすり合わせて。決めましょう。まあ場所もだから都内って言いましたけど、うん、まあ静岡で収録してるのもあるから、うんうん、まあ場合によっては調整も効くよということでね、うん。そうですね。うんうんうん。まあそこら辺の窓口は二村さんが全部担当するので。うん。うん、やじゃん。俺は選ばないよ、うん、そこ。あ、じゃあ送ってきてくれた文章で、うん、この人っていうのは僕が選ぶってことね。そうだよ。だってさ、俺はやっぱり収録の時に初めて聞いて、はい、うん、あ、そういう俺のいいとこ見つけてくれたんだって思いたいじゃん。俺、なんなのこれ。二村さんオーディションするのは、二村さんなんでそんななんかお殿様喜ばせるみたいな。なんなのこの余興は。二村さん、お殿様を喜ばせる回だよ。そういう企画なんだよ。二村さん。はあ、いいか。はい。これは、クソ企画だよ。でも、やりたいんだ。ね、その熱はよくわかった。俺のために時間をくれ。本当だよな。そしてリスナーさん、
ぜひ募集に応募してくれ。ただホイップ坊やを褒めちぎるために俺東京行かなきゃいけないの。まあわかりましたよ。はい。じゃあちょっと改めて、うん、もう一度、じゃあリスナーの皆さん、この回を聞いてくださってる方、はい、ホイップ坊やがもう好きでたまらないと。我こそはホイップ坊やを一番愛している。愛している。魅力を分かっているっていう方は、そうですね。ぜひですね、ライスオンミーのツイッターのダイレクトメールに、うん、はい、自己紹介と、そうですね、簡単にちょっと思いなどをしたためていただいて、で、うん、結果をお待ちください。ね、まあ、できればちょっとこう、まあ、年代、性別とかね、うん、まあ、どこのどちらにお住まいかっていうところはちょっと書いていただいて、うん、でその中で僕がじゃあそうです選定をさせていただいて、ホイップ坊やがこれだったら気持ちよくなるんじゃないかなっていう方を選んで、うん、はい、そこでちょっといろいろとじゃあやり取りをそうですで決めてやるということでね。はい、だ声は絶対にあの乗りますんで、はい、まあ、そこも当然了承いただける方ということですね。わ、うん、かりました。楽しみだなぁ。そりゃそうだろうな。そりゃ楽しみだろうな。来月が楽しみだ。これでほんと、一人も手上がらなかった時がちょっとかわいそうだけど。それだけ。ほんとだよ。いろんなとこカットしちゃうからね。情緒不安定なんだから、私。どんぐらい来るかなぁ。ちょっとこの辺は何とも見つつだと思いますけど。2、3ぐらいは来てほしいもんですけどね。どうなんですか、そのもう、ボケなしにただ褒めてほしいわけ。いや、なんかどんなところを褒めてほしいとかあります、その。僕喜びポイント。予想外のところから、はい、やっぱ、もらうパンチってさ、聞くじゃん。うんうんうん。なるほど。あ、そんな、僕が僕自身で気づいていない、うん、そんなところを見つけてくれたの、ありがとうって思いたいですね。いや、聞いてる人、めんどくせえってなってるよ。ああ、その発想なかったわ。ホイップ坊やをそう見るんだ。うん、気持ちいいってなっちゃう。そんなん来たらね。なるほど、うん。意外性のところというかね。意外性。まあ、かといって、木を照らしすぎても、それはそれで難しいもんですよ。なるほど。うん。全然そんなとこ俺意識してねえし。そこ全然俺褒められても嬉しくねえしって。なっちゃうかもしれない。めんどくせえ。めんどくせえ。嘘、嘘、嘘。まあ、でもちょっとなんかいいじゃないですか。うん、なんかせっかくこういうね、リスナーさん、まあ、一人になっちゃうと思いますけど、うん、こういう絡める機会ということでもありますから。うん。ぜひちょっと皆さん振るってご応募いただけると、はい、まあ僕も相方としては嬉しいかなと思いますよ。うん、はい。ぜひよろしくお願いいたします。はい。皆さんの応募お待ちしております。はい。以上、ライスオンミーでございました。ありがとうございました。